BTS の最年少であるジョングクは完璧主義で努力家な黄金マンね。何より負けず嫌いで、どんなことでも全力投球する姿が見ていて可愛らしいですよね。今回はそんなジョングクの性格がわかるエピソードをまとめてみました。 BTS のマンネは可愛いだけじゃない、何事にも一生懸命で、しかも完璧にやってのけちゃうジョングクの魅力をお届けします。ジョングクは努力家、マンネとしてとにかくメンバーから可愛がられているジョングクですが、そんな状況に甘んじることなく、とにかく努力家でストイック。その美貌や透き通るような美しい歌声、パワフルなダンスはどれも完璧で心を奪われますよね。それもすべてジョングクがこれまでにしてきた努力の賜物です。2021年3月に放送された韓国の番組でジョングクが答えたインタビューが話題になりました。ビルがとても高くて5車線の広い道路があって、初めて来た時ソウルは大きすぎて怖かったですと上京した当時の心境を語るジョングク。宿舎に住み始めてからも母が恋しくなり、コンビニでラーメンを食べながら寂しくて泣いたこともあったとふふっと笑います。上京した時のジョングクはまだ15歳、当時はかなり人見知りをしていたようですし、慣れない環境に一人きりで抱いて当然の感情です。そして無事にデビューを果たした後も自身がメインボーカルであることに疑問を持っていたと明かしました。他のグループのメインボーカルはすごく歌が上手くて、ダンスも上手でハンサムでかっこよくて、僕は本当にこのグループのメインボーカルにふさわしいだろうか。ジョングクはそんな風に考えていたようです。自分に自信が持てなかっただけでなく、責任感の強いジョングクは BTS のメインボーカルという重圧を感じていたのですね。しかし成長するために自分自身を変えることができるのは自分だけだと考えたジョングク。その瞬間から彼の中にあったボイストレーニングという概念を壊したと話します。つまりボイストレーニング中だけでなく、生活の中のありとあらゆる時間をすべて歌うことに費やすよう努力したそう。今でもジョングクはふとした瞬間すぐに歌い始めますよね。もしかしたらこの時の努力が癖づいているのかもしれません。24時間を目いっぱい使って多くの時間を費やし、今の完璧な歌声を手に入れたのです。理想の歌声を手に入れるため、自らの自由な時間さえも削るストイックな生活、青春のすべてを捧げてきたと言っても過言ではないかもしれません。音楽が大好きでないとできませんね。何でも平均以上にこなしてしまう黄金マンネのジョングクですが、幼い頃からずっと努力を続けてきた事実にアーミーは衝撃を受けるとともに、当時のジョングクに思いを馳せて涙する声も。最初から完璧な人なんていませんよね。しかし並々ならぬ努力は確実に実り、今やジョングクの歌声はアメリカにおいて最も権威のある音楽チャートビルボードでも認められています。またバターの発売インタビューでもジョングクは努力家な一面を見せています。ダイナマイトからバターと続けてヒットしたことで多くの人に認められ、グループ自体も成長する中、ジョングクはこの成長に追いつくためにもっと頑張らなければと思ったようです。幸せに感じる反面、プレッシャーにも感じてしまう性格なのだとか。ダイナマイトを歌った時には僕はまだまだだと思ったと話し、今でも多忙な合間を縫って毎日1時間以上は歌の練習をすると語りました。ジョングクが努力を続ける姿勢は現在でも変わらず、現状に満足しない高い向上心が努力家であるジョングクの魅力をさらに引き出すのでしょう。本当にプロ意識が高いですね。ジョングクは何でも全力投球、負けず嫌いエピソード、そしてジョングクといえばとにかく負けず嫌いなことで有名です。昔は負けたくないと言い張っていたジョングクですが、2020年には負けてもいいよ、
大丈夫と発言しています。これにはアーミーもジョングクの成長に感動、大人になったんだねとの声が多く上がりました。以前と比べると強いこだわりは薄れてきたようですが、それでも根っこにある負けず嫌いな部分が顔を出すことも、悔しそうにするジョングクの姿が可愛くてそのままでいてほしいと願うアーミーもいるかもしれませんね。そんな悔しがる姿が可愛いジョングクの必見エピソードをご紹介します。できるまでテーブルクロスを引き続けるジョングク。ラン BTSEP116 から117では団結力特集と題して大金ゲームに挑戦しました。用意された16種類のミッションのうち5つをクリアすれば即時退勤できるという内容で、チームミッションのため7人のチームワークが試されます。順調にミッションをクリアしていく BTS ですが、1つゲームが終わるたびに休憩時間を挟むルールになっています。休憩時間は各自何をしても自由で、たくさんのゲームが用意されていました。そこでメンバーが競い合ったのがバスケットボールのゲーム。制限時間内に決めたゴールの点数を競い合います。 RM が始めた後、他のメンバーが次々に挑戦し記録を塗り替えていきました。ヒョンたちが楽しそうにやっているのを見たジョングクも挑戦。しかしうまくいかなかったのか、いたずらっ子ジョングクはゲーム機の上へよじ登り、ボールを手で持ったまま何度もゴールに入れるという不正を働きます。それを見たヒョンたちは爆笑。 J-HOPE がおい、それを見た人が真似するだろと母のように諭しますが、黄金マンネは聞く耳持ちません。自由です。その後ルールにのっとって再度チャレンジしてみますが、RM がこの調子だと超えられないというやいなや、またも同じように不正を働いて新記録を叩き出します。それなのに僕の点数の2倍だ、ジョングクは上手だねと拍手を送るヒョンたち。お、恐れるべし愛されまんね。ジョングクは記録を破ってみてと満足げにニコニコ。この可愛い笑顔にヒョンたちもやられてしまうに違いありません。そして挑戦したミッションがテーブルクロス引き。ペットボトルを5本並べた状態で倒さないようにテーブルクロスだけを引き抜かなければなりません。挑戦前から大きな瞳を輝かせて、僕はそういうのが得意なんだと話すジョングク。いざチャレンジしてみると1本だけを残して4本のペットボトルが倒れてしまいます。誰も成功することができない中で練習を終え本番へ。練習で要領を得たジョングクの結果は振動に耐えきれず、惜しくも1本だけ倒れてしまいます。この1本だけというところが負けず嫌いのジョングクに火をつけます。悔しそうに拳でテーブルをドンと叩くジョングク。悔しそうにしながらも掴んだコツを他のメンバーに話します。それでも失敗が続く中、シュガがペットボトルの底が潰れているのを発見。スタッフへ抗議します。するとこれが潰れていなかったらクリアしてたよとすぐに乗っかるジョングク。一理ありますが言い訳が可愛いです。潰れていないペットボトルに交換した途端、ジミンがテーブルクロス引きを無事にクリア。大喜びの中迎えた休憩時間、ジョングクはいそいそとテーブルクロスをセッティング。横で盛り上がる卓球に目をやりながら一人で再度挑戦します。納得できなかったのでしょうね。するとあっさり1回でクリア。簡単だと満足そうに笑った後、ペットボトルの配置を変えて何度もチャレンジしてみます。6人のヒョンは他のゲームに夢中な中、一人クロス引きをやり続けるジョングク。そして満足したのか、あっさりとその場を去ります。できないままにしておくのが気分が良くないのかもしれませんね。しかしできることが証明できたので飽きてしまったのでしょう。満足そうな姿が何より可愛いマンネです。ペットボトルの蓋に踏む苛立ちが隠せないジョングク。同じようにラン BTS
EP126 から127では、用意された14種類のゲームをクリアすれば大金できるというラッキーセブンに挑戦しました。違うのは、個人戦で全てをクリアしなければならないことと、ゲームの内容は、BTS メンバーが発案したアイディアが使用されていること。大金がかかっているメンバーは終始あたふた。今回は、個人戦のため、いち早く抜けるために誰もが必死です。しかし、ヒョン6人が苦戦を強いられる中、チョングクはあっさりとクリアを続けていきます。まさに驚異的なスピードです。彼にできないこととは一体。ちょっぴり苦戦したのが、後ろ向きでスーパーボールを投げて容器の中に入れるというミッション。投げたスーパーボールは容器の中に入るものの、元気よく弾んで出てきてしまいます。これにはひどいよ。スーパーボールくん。と嘆くジョングク。何にでも話しかけちゃうジョングクが可愛いですよね。それでも順調にクリアしたジョングクに難関が立ち向かいます。それが蓋の上に逆さにペットボトルを置き、ボトルを倒すことなく蓋だけを引いて抜くという高難易度ミッション。一見テーブルクロス引きのようですが、さすがのジョングクもこれできるの?と、不安げ。その不安が的中し、何度挑戦しても倒れてしまうペットボトル。焦りと苛立ちが、みるみる、ジョングクの顔に浮かびます。完全に負けず嫌いが発動していますね。他のはすぐにできたのにとこぼすジョングクは、一旦諦めて、他のミッションに当たることに、仕方なく鉄の輪を転がすミッションに変更したものの、こちらもうまくいかず、他のメンバーと共に苦戦を強いられます。途中、鉄の輪は誰が作ったんだ?と困惑する様子も、鉄の輪を転がすという慣れない状況に戸惑っていたようですが、要領をつかんだ途端にクリア。因縁のペットボトルの蓋抜きに再度挑戦します。戻ってみると暫定1位だったジミンも未だ成功できずイライラモード。大金がかかっているだけにみんな焦りがあるようです。いつもより空気がピリピリしていますね。2つまでは倒さずにできるものの、最後の1つがどうしても倒れてしまい、誰一人クリアできません。すると遅れてやってきたシュガがいきなりクールにクリア。全員が歓声を上げ、ひとたび、シュガは英雄となり、颯爽と退勤します。まるで光の速さ。その後も成功できず、メンバーが渋滞する中、早く終わらせておくべきだったと後悔するジョングク。それでも、メンバー同士でノウハウを得得し、ついに念願のクリアを果たします。そのまま退勤するかと思いきや、残るメンバーにも自分が掴んだコツを丁寧に説明する優しいジョングク。その説明はとても細やかで、聞いているとジョングクがコツを掴むのがうまいことがわかります。だから何でもそつなくこなせるのかもしれませんね。ジョングク講座を受けたジンも一発でクリア。シュガに続いて2番目に退勤できることになったジョングクですが、居残って他のメンバーの結果を見守ります。負けず嫌いなジョングクは早く帰りたかったわけではなく、全てのミッションを誰よりも早くクリアしたかったのでしょうね。フォトゾーンゲームで本気を出してアーティスト保護されてしまうジョングク。休止前最後のラン BTS EP155 のフィナーレでは、大人気企画の戻ってきたフォトゾーンゲームに再び挑戦します。3回目ともあって実力が伸びています。そうだね、タイミングもわかるしと自信ありげな BTS メンバーたち。しかし最初にチャレンジしたクオズはグダグダ。チョングクはその後 J-HOPE とともに挑みます。飛ぶ前の準備段階からパワフルなジャンプまで鍛えられた肉体を惜しみなく発揮。J-HOPE に押されてもフレームアウトすることなく、飛ぶタイミングまでも完璧です。そして、変顔をテーマにチャレンジした際、ジョングクは変顔じゃないよ。すごくかっこいいじゃんと、ヒョンたちから異議が唱えられます。なんで?変顔じゃん。
と悔しそうなジョングクはもう一度挑戦することに。ヒョンたちにけしかけられたマンネは渾身の変顔を披露。制作側からアーティスト保護をかけられるほど全力で創造しました。これには認めざるを得ないヒョンたちが、ジョングクがやばい、これはツイッターにアップしないとと爆笑します。ジョングク本人は少し補正してからアップしてくださいと満足そうにニコニコ。その後、決定的瞬間である写真を見て自らも爆笑していました。すぐに負けず嫌いな部分が顔を出しちゃうジョングクをついつい微笑ましく見守ってしまいますね。まとめ、今回は負けず嫌いで努力家なジョングクのエピソードについてまとめてみました。完璧主義な一面はとにかく負けず嫌いな性格にあるのかもしれません。できないことができないと言われる黄金マンネのジョングク。しかしそれは持ち合わせたポテンシャルだけでなく、常日頃から努力を重ねるジョングクだからこそなのかもしれません。可愛いのはもちろん、人知れず努力を続ける負けず嫌いなジョングク、そして6人のヒョンから大きな愛情を受けるジョングク、多くの人から愛される黄金マンネはこれからも応援せずにはいられませんね。